サッカー大好き冷水姉さんこと大丸さくら子です。よろしくお願いします。こんまるさんいらっしゃい。よろしくお願いします。ということで本日は J リーグ第7節セレッソ大阪対柏レイソルの試合を同時視聴していきたいと思います。やったね。火曜日の19時に J リーグ見させてくださるんですか。嘘でしょ。嬉しい、ありがとうございます。ということでもうね、桜満開の満々開のヨドコ桜スタジアムですね。すごい桜切ってる。桜要素がちょっともう飽和状態ですこの配信桜要素がすごい、ねえ、桜子さんだしね。でね、もうセレッソはね、もう3日前ですね、川崎フロンターレのアウェイ戦で4-1、本当に大絶好調じゃないですか。柏もね、本当に4位ですから今で、これに柏はこの試合に勝つとどうやら単独1らしいので、めちゃくちゃ気合入ってますよね。多分疲れもあるのよね、中2日でね。なので疲れもあるとは思うんですが、そのまあ交代の選手とか、まあ、スタメンもめちゃくちゃ大事ですけれども、ほんと注目の試合です。こんまるです。勝てば首位レイソルです。すごいよね。中2日で試合ね、きついと思う。本当になんで火曜日ってなってると思う。ていうか本当になんで火曜日なんで火曜日。あー、ドキドキしちゃう。ドライブシュータースーパーサブマンの神戸さんかなに個人的に期待です。交代で入ってくるっていうことですね。期待しましょう。そう、珍しいのよ。え、ちょっと待って、本気でやばい。なんかね、最近ほんと言われんの、声がって。え、マイク壊れたんじゃない、もしかして。マイク壊れたんじゃない。え、絶対そうだわ。なんかもうね、マックスなんですよ、こちら。口でやらさせて見えてます。入ってない。ケーブルかな、何なんだろう。やばい。やばい。マイクの調子な、どうしよう。何どうしよう、本当に。もう結構もうバチバチに。どうしようね。なんでこんなことになっちゃったのかしら。マイク壊れたかもしんない。大丈夫ですか？割れてる？大きすぎじゃん、ダメじゃん。本当にあの各々のデバイスでどうにかならないぐらい小さいですか？こっちはあのおこれ以上大きくすると割れちゃいます。それは割れないところでやらせてもうてます。皆さんの方の音量を大きくしてもなお聞こえない時に教えてくれると嬉しいです。なんかやってみてごめん。それかも本当に小さいっていう人が多かったらもうこっちの問題なんだけれどあれ、もしかしてマイクのこと、音量のこと言ってんの僕だけかなって時はもう僕の方を直してもらってもいいですか、今
今の音量で大丈夫、ありがとう、大丈夫、ありがとう、治った、よかった。はいマイクは大丈夫だったみたいですね。声が割れてるときは割りで飲めば治る。何の話してん何の話してんだ。よかったです、ありがとうございます、ありがとうございます。もうほんと、もう騙されないぞ本当に本当に、たまにこうやって騙してくる人がもう騙されないぞ。桜子はこの音量で合ってんだからもうずっとこれで配信やってんだから騙されないぞこんばんは、いらっしゃい、うん、どうですか、前半5分ですね。ちょっとオーディオインターフェースをガチャゴチャいじっていてちょっと試合見れなかった、うん、さあやっぱりマイクかもです。今度はちょっとこもってます。あ、 OBS じゃない、もしかして、うん、待ってね、 OBS じゃない、もしかしたら、あの、お、アプリではないか。なんか、うん。OBS の調子が悪くても、なんか、宇宙人みたいな声になってる時も昔、そういえばありました。OBS かもしれないです。もう、配信止めちゃうのでも、マジ聞きづらい?そんなに?千葉県民のトスサポなので、千葉県民のトスサポ、小山津、三丸、高橋が柏で活躍してるの熱い。あーそうね、確かにそれぞれ勝ちそう。急範囲ですか、ありがとうございます。でもやっぱ音質はね、いいに越したことないからね。音質いい方がね、聞きやすいもんね。どうしたもんやら。まあでもすごい、本当に電気屋さんで買えるいっちゃん安いマイクみたいな感じでやってるから、もうちょっと頑張って、もうちょっと頑張って、マイクも新調できたらいいですね。頑張りましょう、頑張りましょう、頑張りましょう。もう働くしかねえ、頑張って働くしかねえ。うん、どっちも個人技に長けたチーム感があるから、どっちが制するのかですね。ほんと玉際も強強同士ですから、見応えある試合には絶対なるんですよ。でもやっぱ立ち上がりは大事な一戦っていうのを意識があって、まああと連戦っていうのもあるか、なんかしっかり見極めてますね、お互い。なるほどね、セレッソは結構、まあ、土曜の試合は調子が良かったのもあって、交代も結構うまくできた感じだったんですね。おー、加藤くん自らシュートね、いいんじゃないですか。上位対決重要、そうなんですよ、もうめちゃめちゃバチバチ重要試合、
つなぐのがセレッソ、カウンターで仕掛けていくのがレイソル、まあ、レイソルカウンターほどじゃないかもしれないけど、まあ、セレッソはつなぎですよね。本当に小菊さん、小菊さんって今シーズンからね、小菊さんやっぱセレッソいいんだな。ネルシーニョ選手固定したらめったに買えない。ちょっと連戦になってくるときついよね、そういうのは。フォーメーション的に、フォーメーションはカウンターっぽい。こんまるいらっしゃーい。はい、結構やっぱガツガツいくかと思いきや冷静ですね。いいよ中村、待てーす、立て小山津。小山津と中村啓太がパスを受け取ってくれるので後ろからつなげるようになります。あ、なんかねおっしゃってましたね、柏サポさんが。本当に今シーズンはセカンドも取れるし、なんやかんやと。えやんえやん、他の試合も注目すぎて京都ガンバ案外注目されてないかな。あのね、京都ガンバはなんで注目なんですか？やっとさん古巣対決、岩田でもうやったけど、あ、これはスコアの裏に置いてますコメントはスコアの裏に置かせていただいております。まああの雰囲気ものなんでみんなコメント見たいときはコメントのチャット見てるでしょ、配信画面ではあんま見てないんじゃん、うん、あんまり気になるなら消しとこうかな。なんかこう背景的な感覚で載せておりましたが、さんこんばんは、初見です。あ、本当に？嬉しい、ありがとうございます。本当にって何のありがとうございます、初見さんいらっしゃい。どうもサッカー大好き泥酔姉さんこと大丸さくら子です。火曜日 J リーグ嬉しいですね、ぜひゆっくりしていってください。なんかセレッソかレイソルのサポさんだったりするのかしら。カカ大好き、一緒ですね。いいよ、いい走りですよ、三つ丸くん。ちょっとね、ドリブル自分で仕掛け、あーはー、周りに選手がいて孤立しちゃいましたね。マテウス、あ、シュートかなこれ。あ、エンちゃん、エンちゃん前向いて、あーおー、このパ、あーちょっと絶妙でしたね。関西ダービーまあね、あのサッカー観戦にめちゃめちゃいい季節ですからね、今が稼ぎ時ぞ、今がチケット代は稼ぎ時ぞ。惜しかったね。
いよ。あー、お、いい折り返しでしたけど、もう後ろからのシュート、原川力、集中マシミドルね。もうちょいパスの足が、そうだったね、あそこ絶妙だったんだね。もうちょっと早いかね、もうちょっとなんだろう、ま、巻いて外に流れてたら取れてたんだろうね。ゴブゴブだね。トスの頃から原川は苦手意識がある、柏サポ的に。あ、そうなんだ、散々やられた思い出ですか。どっちも前節3点取って1失点のチームなので、どうなるかも含めて。そうなんですよ、調子がいいんです。調子がいい、成功体験を引き連れてのこの節なんですね、お互い。まあもうアウェイがつきね、いいよ。ホームアウェイのね違いが出るのかなみたいなところあるけど、あと相性なんかな。もう本当になんかデータ上は互角だよね。前半15分です、0対0。そういえばね、晩ご飯を頼んでいるのでどこかでは来ます。あと今日はね、今日じゃないんだ、明日の朝ですね。明日の朝はチャンピオンズリーグの準々決勝か、ファーストレグがあるので、それを配信します。乾の猛烈プレスバックがマテウスの攻めを封じた。脱豊かになりつつある京都の個人技の高さと攻撃の形が融通して形に現れつつあるガンバ、うん、部活。明日の試合、13年以来の関西ダービー、京都がね J1 に戻ってきたから、うん、嬉しいよね、 J1 のチームの久しぶりの京都、いいよ。明日も何見ようかな。明日はあれでも、明日って1試合しかない。明日あるんだよね。あ、FC 東京神戸。うわー楽しそう。岩田川崎フロンターレ、広島横浜 F マリノス、いいね。福岡鹿島、うわーいいね。鳥栖札幌は NHKBS1 でも放送します。浦和清水、名古屋湘南、全部いいじゃん、楽しそう。どうまだ残ってますよ。あら、なんか投げてくださってありがとう。あ、なにこれ、あ、ごめん、さっきパン屋さん言ってたコメントが被ってますみたいなのはこれです。これのことですか。また表示されちゃってるじゃないか、まったくもうまったくもうじゃないよね。でもスコアの後ろ、あ、治ったかな。
見にくかったよね、ごめんね、言ってもらっていい、いいです、ブワーって画面にブワーって出ちゃうコメントのやつは本当にボタン一つで直せるんですけど、本当にね、ボタン押してもね直ってない時があって、桜子さんもちょっと配信画面を確認、配信上で確認できないから、言ってくれるとすごく助かります。はい、こんまるいらっしゃい。細谷やっぱ体強い、やっぱ体強いの大事よね。神戸戦で京都のカウンターが何人も駆け上がって凄まじい圧だった。楽しかったよね神戸戦。川崎主力が海外行って優勝できる方がすごい。ほんまやな。でもまだわからん、川崎が3連覇もあるからね。前半20分です。マテウス中入れて、おーはーはーはー、いいよ。あー、どんどこ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 、あー、うん、どっち開いて、中村のクロス、ファーサイド、ちょっと流れちゃいましたね。ちょっとだ、どう、あれ、レイソルゴール前こんな感じだったっけか。おー、豊島はシュートがあれば、あーねー、自分でね打てたらっていうような状況でした。確かにラインのミドル、あ、ご飯が届いた、置き配にしてるから。今桜子さんちょっと下履いてないから下パンツだからちょっと受け取りにはいけないです。配達の方がちょっと立ち去った後に取りに行きます。いいプレスですね、いいよいいよ、ハイプレス。松田陸から長いボール前線に、あー、来た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 、頑張れ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 、打てー。いやー、いいよ、山田山田、あー、あいや、高橋の守備も良かったですね。ヨドコのアウェーゴール裏見は、まあアウェーはね、は見にくくするっていう文化もあるからね。山田のボディコントロールめっちゃうまい。いやー、よかったね、いいシーンです。コーナーキックです。原川のファーサイド、頭で折り返したボール、おー、セカンドを取っていく、セカンドと、おい、あるある、豊島ドリブル、マテウス、あー、いいスプリントですけど、細谷どっち、さて前節も谷口と入れ替わってゴールキー、あ、なんかね、そういうシーン、山田の覚醒がついに始まりましたか。てか多分それが結構効いてるんじゃない。多分もう谷口を相手にさ、競ったのかな、そのシーン見てないからわかんないけど、か、せ、デュエルで勝って入れ替わってでゴールしてチームを勝利に、前回王者のから勝ち点を取るみたいな、山田的にはもう超ヒーロー界、山田主人公界だったわけですよね。その体験が今後に行きますよね、絶対に。今日も
その勢いのまま成功体験を重ねたら山田も覚醒する。飲水タイムありがとう。飲水タイムしたいね。炭酸水は手元にあるんですけどね、お酒を作っておりませんでした。乾杯スイッチャーを。あと唐揚げ冷めちゃうから取りに行かないと。でもちょっと冷めてんじゃん、冷めてんじゃん。奥の戻して原川、はい、おっ、縦いいじゃん。犬いドリブル、左山中のクロス弾かれて犬い犬い犬い。さあそれをしっかり奪ってカウンター仕掛ける。何してんのマテウス。あー試合止まってないですよ。あー中村屋のゴール。おさやー、完全な完全なカウンター。うわーうわー、レイソル先制点だ。ここでいいドリブル、これね、なんかボルナイトが倒れちゃったんだよね。そこで一瞬止まったんだけど、主審がオンプレイって試合が続いておったのですよ。でね、ちょっと反応、うわーナイスパス、マテウスナイスパス。あー細谷も落ち着いてキーパーの位置確認してしっかりゴール、素晴らしい、いいシュートです。細谷本当に20歳ねえ、いいゴールです。山中の切り替えめちゃくちゃ遅い。山中の切り、ちょっとね、でもそのあれじゃないかな、笛鳴るかなみたいなので一瞬止まったのが、ノッキングしたのが響いたよね。コンベル中原キュン出た、中原キュンドフリーでしたね、完全フリーでしたね。いいカウンターでした。ほんでアシストしたマティウスが足首痛そうにしてる、大丈夫かな。この隙に桜子はちょっとカラオケを取りに行く。心配だよね、大丈夫かな。野菜から先に食べたいですね。その前に乾杯したいですね。本当に何人前だと思ってんの。本当お箸とかいろいろ入れてくれすぎだよ。 SDGS から遠い。ありがとう。だね、氷がないんだよな。なんか聞いてすごいねびっくりしたことがあるんですけど、まあ、とりあえず乾杯しましょう。本日も配信に遊びに来てくれて本当にありがとうございます。火曜日に J リーグが見られるなんて素敵な日なんでしょうか。サッカーが見られることに感謝して乾杯。え、マテウスさんダメ？痛外出る感じ？得点認められました。まあね、もう怪しいところも特になかったね、得点だよね。うん、乾杯。自陣ペナルティーエリア内でボールを奪取しカウンター攻撃を展開。そう、すごい。どこからこれ引っ張ってきたの。うん、はい、そんなゴールでした。さて、今夜桜子さんがいただくのは唐揚げです。今夜も唐揚げです。ハイカラです。ハイボールと唐揚げでハイカラです。
でもその前に野菜から食べます。野菜が好き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 野菜好きなの。あ、これはちょっと、野菜好きなんだよね。綺麗なゴールシーンでしたね。年内でスタメン定着すれば御の字だと思ってたら、もう細谷エースです。エースですよ、ほんと。わ、ちょっと犬どうしたの。ちょっとおこだったな。マテウス戻った？よかった。中村と犬が揉めてたんだ。あ、そう、なんか青足とコラボらしいよね。FC 東京、浦和、東海。しかもあの、東海の FC 東京戦は、アジスタに岡田和親が来るんですよ。和親。レインメーカーの和親が。札束を振らせて。こうちょっと山田が痛そうにしてます。大丈夫？頭心配じゃん。葛飾見に行きたいな。そう、三森さんの旦那、もうあれもうプロアニメファンからは三森さんの旦那だし、プロレスファンからは葛飾の嫁か。素敵なご夫婦だよね。ほんとてっぺん同士の結婚って感じ。どんな子供生まれるんだろうね。うん、仕事バリきついけど細谷の先制点だけが救い。細谷、こうやって君の活躍がで救われてる人がいるよ。いるんだよ細谷。ゴールおめでとう。日曜日 NHK 総合、大阪は神戸セレッソなんだ。あ、そうか、まあ、地域によって違うか。プレーがうまくいかないとすぐに子供か。コーナーキック、あはこぼれ球。なに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 、みつき加藤のシュートを弾かれてる。こんまるいらっしゃい。こんまる。そうなんですよ、キーパーはね、キム・ジンヒョンとキム・スンジュですね。あ、いいじゃん。あ、空いてる空いてる、コース空いてる空いてる。はいはい、まだ出てないですよ小山ちゃん。うん、うわー惜しかったね。めっちゃいい話。加藤、松田、ニック、うわ厳しい。そこ出すとこがない。あー、柏の囲い込みがうまいけど出れたよ。加藤、奥の反転でやった。まま、犬のなんかおしゃれなシュ、うわ狙ってたね。うまかったね。ナイスキーでした、キム・スンギュ。確かにね、韓国代表キーパーの韓国のさ、いいキーパーめちゃくちゃ J リーグで活躍してくれるんだけど、なんやろうね、ありがたいね。惜しかったね、なんか可能性を感じる、ハッとさせられるシュートだった。ハッとしてグッと来てパッと目覚めるゴールだから
大好きでした。あ、あるよ細谷、ちょっとみんな上がりきれてないかな。三つ丸、低いクロス、ナイスブロックです、ナイスブロックです。ヤンマー対日立って言うと日本リーグの匂いが、あ、日本リーグって、日本リーグってヤンマー対日立だね。確かに桜子さんって昔の歌も知ってるのね。そんな、褒めてくれてありがとう。ノートラップでループシュートを狙うテクニシャン、テクニシャンだったね。セクシーフットボールですね。犬はゴールの入れ方が一番おしゃれな気がする。おしゃん、ゴールの入れ方おしゃん。J リーグの前が日本リーグっていう名前だったんだね。で、その時は企業の名前を背負ってたってこと、ヤンマー対日立みたいな表記だったのかな。ヤンマー対日立対読売、読売はどうだった、読売なの。配信を見つけてくれてありがとう。急に始めたのにありがとうね。今日は、セレッソ大阪対柏レイソルの試合を見てます。面白試合です。柏が先制しておりますが、まだまだわからない、面白試合ですよこれは、うん、次の東京浦和戦は長友と酒井宏樹の視野を知れる。そうだね、サイドバ、まあ長友さんがスタどんぐらい出るかわかんないよね、うん、ただもうかも脳直で脊髄反射で、あの配信脊髄反射で歌うよ、歌う言えてません何も。でもね、お歌の勉強を始めたんですよ。お歌うまくならないといけない事案が発生してちょっとやってたんですけど、まあもうそれもなくなっちゃいそうなんですけど、なくてもいいんですけど、でも人生においてたびたびね、お歌をうまくなりたいなと思うムーブがあるので、ちょっとお歌の練習を始めた結果、まあ好きあらば歌っていこうって感じです。さあ、あんまりね、本当に人生においてね、音楽がないんです。はい、歌聞かないの本当に、うん、興味ないわけじゃないんだけどね。多分興味ある人と比べたら全然興味ないんだと思う何それ、小泉さんみたいな言い方してる。そりゃそうですよ、言い方変えただけで同じこと言ってますよ。レイソルとセレッソは J リーグ同期なの。同期とか、そっか、あるか、そのオリジナルイレブン、イレブン、オリジナルって何チームだったっけ、と2期生ぐらいですか、レイソルセレッソ。2期生、3期生ぐらいですか。レイソルは先制した試合は 75% で勝つ。ということは 25% でおまけになっていらっしゃるっていうことですか。うん。乾選手のあのオシャンティシュート、高校の大会から変わりませんね。ねえ、セクシーフットボール。J リーグの、なんだっけ、ノス高校。J リーグの前の話とか思い出してたけど、横浜フルーゲルスあったよね。桜子のね、めちゃくちゃ仲いいお友達もフルーゲルスサポーターさんで、応援してたチームがなくなるって気持ち、わかる。チームがなくなるって気持ちわかるみたいな。言ってたな、懐かしい。今は、その子のパパとママはマリノス、そしてその子は、横浜 FC のサポーターになりましたねえ、多様会社珍しいのよ。先月肉離れしてたの。え、そうなんだ、すごいね。怪我の治りが早いなんて、まだまだお若いじゃないですか。犬さん、こんばんは。今日試合、そうなの、火曜日に J リーグなんて幸せですしかないよね、ありがたいよね。
当たり前体操だね。こんばんはいらっしゃい。レイソルはね、調子上げてるっていうか、マジで本当に調子がいい。今シーズンが開幕ダッシュが成功しています。柏レイソルさんは、レイソル、セレッソの次がサンガと福岡。いや違う、どうだっけ、もっとなんかひどい、もっとひどいアウェイだった気がする。 F 川崎と、じゃその前にどこだっけ、東京川崎って、東京じゃないか、どこだっけ、東京川崎とかなんだっけじゃない、浦和川崎とかじゃない、95年加入組、 J リーグ加入組、オリジナル10か、安高校ね。人生初の肉離れ、あすごい、肉離れ、怪我とは無縁なんですね、イミさん。確かにイミさん怪我する系のプレイヤーじゃない、プレイじゃないもんな。桜子さんの配信で試合あったの気づいた人です。いやほんとよ、火曜日にあるなんて思ってなかったもんね。前半40分です。よいしょー、中原キュン、うん、まあ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 、まだあるまだある。山中追いかけて一度西尾に戻します。さて原川、山中、なあずれちゃった、ずれちゃったぽよ、加藤のトラップがずれちゃったぽよ。次の相手川崎だから本当に、そうだよね、川崎とかだよね、めちゃめちゃ辛いんだって、辛い連戦、アウェー連戦続くなみたいな感じだった。レイソル一方冨安は復帰、そうなんか昨日のアーセナル、トミーベンチ入りするかなみたいな、現地スポーツ紙は結構あのトミー煽りをし、あいいじゃんいいじゃんいいじゃん、惜しい、奥の反転、右足シュート、枠の左、めっちゃ良かったよ、いいよいいよ、めっちゃ良かった、やってこやってこ、それすごいいいと思う。イヌイのヒールイヌイのヒールパスもマジなんかイヌイでしかない。乾のトリックヒールパスも乾でしかなくて、めっちゃいいじゃん、やってこやってこ、見せてみ、そういうの欲しい、そういうのちょうだい、いいじゃんいいじゃん、欲しかったね。元マリノスの山中、左サイドバックの山中さんは元マリです。あかんて、そんなやわこいプレイしてたら危ないで。いぶし銀奥の。いぶし銀だねー。えよえよ。はい。足をキープして、ま、4日。ジェツ、モンテディオ、山形、バサス、パジアの岡山、最終。あ、最終になったの？結局？ありゃまあ。3試合珍しいですよね。まあでももうミスジャッジだから、うん、仕方ない、ありえます、そういうことも。まあでもさ、今までみたいに試合やりづらい、状況じゃないからね、再試合もできるんだけど、 J2 は試合数多いからちょっとしんどいよな。しんどいよな、うん、なんかないのかね、それ再試合以外のなんかご褒美的な。コーナーキックにニア、弾かれたボール、山中回収して、あー早い縦、乾、いいよいいよ、あーコーナーじゃない、はい、もう一度コーナーいつ決まったの再試合、本当？まあ、おのおのしっかりあの公式から出てる情報を調べてくださいね。うん。中原も山形行った。あ、そうなんだ。坂本もそうだし、
セレッソはモンテリオ山形さん右ウィンガー好き。あ、坂本ね、そうだよね。坂本今どこに行っちゃったんだっけ。もっと違うとこ行っちゃったもん。乾のセクシーフットボールで鹿島実の高校選手権2連覇が見事に崩れた。今日もまだわからないからね。鹿島実業って鹿児島実業って大迫くんとか。でも世代が違うか。95年がセレッソレイソル、96年が福岡と京都、ベルリーと浦和オリジナル戦ね。え、ほんまにいらっしゃーい。今日決まったんだ。両チーム 1-0 だとウィンウィン、え、そうなの？ 1-0 だとウィンウィン。得する何かがある。野菜を食べます。野菜もぐもぐしてると喋れないから。そうなんだよね。3、4年前の天皇杯で名古屋奈良クラブ PK までもう連れ込んだのですが、後日 PK だけやり直し、 PK だけやり直し。桜子さんって関西だけじゃなくあらゆるクラブ愛してる。母桜子さんはサッカーという概念を愛してます。はい。那須さんとかが鹿児島実業、大阪国鹿児島城西。あ、そうなの。鹿児島といや鹿児島実業かと思った。岡山に得がない、わざわざまた遠征。かわいそう。遠征するお金は誰が払ってくれるんですか。そんなのお金年間のお金の使い方に入ってない試合ですよ。一回遠征するのすごいお金かかるんだよ。知らんけど。うわー、いい、入ってるくない。どう。え、今のどう。今のなんかライン割ってない。止めた。キム・ジンヒョン止めた。なんかライン割ってない。今止めた。入ってない。あれどう。入ったと思った。桜子も入った。入ってない。あれ入ったかと思った。いい、いやでもいい、流れでさ、いい流れが良かったね。ガンバサポーターです。ガンバ京都明日ね。そうだね。ね、そう、 J2 再試合ほんといろんな意味できついね。驚異的記録の間違いだった。80分だったの。そうだ、何が、え、嘘、そんな理由なの。しっかり見てなかったんだな、桜子。空中で入ってるように見えたけど、あれを弾かずにキャッチするあたりすると、確かに。前半終了。ライブ初見&初コメの柏サポです。ありがとうございます。嬉しい。アーカイブで桜子のことを見てくださってたんですね。嬉しいです。ありがとうございます。コメント、初コメだ。やったー、お祝いだ。去年に比べてこんなビルドアップが改善するなんて驚いてます。去年はこんなじゃなかったんだ。さあ、ほんとビルドアップ綺麗ですよ。
セカンドも拾えるし、すごいね、ボールへの意識すごく高いよね。鹿児島城西人工芝の練習場の名前が半端ない人工芝サッカー半端ないは大迫くんのセリフじゃないんやで、うん、箇所のカウンター怖いね。本当にね、1点目のカウンター美しかったですよ。芝濡れてる。こんばんなさい。前半最後のヘディング方惜しかった。いや、入ったか思うてん、桜子。ライン割ってなかった、あれ。手前やった？入ったか思った。すごい。すごいですね、キム・ジンヒョン。さすがですね。さすがです。サスです。サスジンヒョンです。サスジンヒョンってちょっと怖い。びっくりした。うん。宇佐美選手の川崎フロンターレ戦のアキレス腱断裂。川口選手の半月板損傷、ガンバから来たり。そうだよね、本当だよ。アキレス腱断裂とかも大丈夫さんに、本当に今シーズンは戻ってこれるのかしら。東口選手半月板損傷、まあでも開幕と怪我は切っても切れない間柄ですからね。それがどの選手に白羽の矢が当たるか、どうすることもできないよね。ホセずっと転んでた何？去年までのホソヤずっと転んでたの。起きてホセ起きて、試合中だよ。でも19歳なんてもう赤ちゃんみたいなもんだから、20歳にやってなってやっとだよ。しっかりタッチができるようになったん。立った細谷が立った。半端ない行った対戦校の選手も、神戸滝川第二高校です。はい、桜子地元です。滝にですね、本当に嬉しい。人柄出てるよね。ああいう人が育つのが桜子の地元です。ああいう人ばっかり。去年はオルンガの幻影化、ロングボール&ロストばっかり。それがこんなに。なんということでしょう。劇的ビフォーアフター。メルシーニョ匠によって、こんなにもボールを運べる。チームに変わりました。うん、こんばんは、いらっしゃい。セレッソも得点の雰囲気はあるけどもみたいな感じ。奥のが外したのが、あるいは最後の人票のスーパーセーブが最勝負の分かれ目になりそうね。え、いいシーンあったよね。本当に奥のも惜しかったし、人票もすごかった。入ったか思ったけどね。宇佐美はでも本当にね、ガンバの宝ですから。ウエスト守護神がね、本当に後ろで蹴れるの子が太陽だけだったから、太陽封じされて去年は散々太陽封じ。太陽封じ、天のなんだっけなんだっけ、天のなんちゃらの逆バージョン、日本書紀のさ、あるじゃん、古事記か、なんとかのなんとかを太陽の神様をさ、岩戸から出すためのなんとかでさ、何にもわからん何にもわからん。桜子さんが言う赤ちゃんの年齢でバイエン呼ばれてます。このホタルの陣営、このレイソルの陣営にペドロ・ハウルがいる世界が見たかった。
今です。水まきすぎて怪我しそうです。今水まいてほしくないって。アマテラス大神こんばるー、いらっしゃい。そう、みんなでさダンシング、レッツダンシングしてさ、あ、間違えた、あの太陽さんをさお外に出してきた、それの逆ってことでしょ。みんながその岩になったわけでしょ、太陽を封じて。天の岩戸、そうそうそう、だからもう太陽が外に出てきてちゃんと輝いている今の柏レイソルは、レイソルレイソル、もうほんとネルシーニョがいわばダンシング、ダンシング、我らダンシングなわけですね。何言ってるかわかる？桜子自分でもちょっと何言ってるかわかんない、びっくりした。ジンヒョンセービングマジエグい、キーパービルドアップの判断は悪いと思う、リスキーすぎてボールロストの結果になってる。あーん、上がりすぎってこと？危ないところ時に上がりすぎってこと？ジンヒョンロングボール苦手なの、今日ロング蹴ってないよね。バイエルンといえばこの前バイエルンがちょっとだけ12人で試合して対戦相手に相手多くないって指摘されたの、面白い。なんで交代ミス交代ミスった。なんでそんなことするんよ。バイエルンなんか人数少なくても点取るで、点取るのに何に12人でサッカーしようとしてんの。面白な、何をどうしたら12人を交代する時の交代で代わりに入る選手がもうすでに入ってプレーしてるのに出なあかん選手が残ってたって感じか。太陽封じ呪術回戦あたりで表記そのままで別の読み方の必殺はない。一人の選手がチームを勝たせることは無理でも、一人の選手がチームを勝たせる方向へ導くことは稀にある、あるんです。コマンが交代ミスった、そうなんや。ジンヒョン狭いところを通そうとしすぎて中盤にパスつけるときのロスト率、あーなるほどね、安牌狙いにいかんタイプや、リーチされてもゴリゴリいくタイプかな、ジンヒョン。そんな感じするね。いいやんいいやん、配信者向き。補充もしちゃうけど、でも攻めに行く姿勢がねってことですね。コマンが自分の背番号を勘違いして交代なのに出てないから結果一瞬12人になる、自分の背番号を勘違いして。自分の背もう自分の背番号を忘れてたってこと。細谷スプリント 何本やった、前半で見えてなかった。細谷のスプリント教えてください。スンギュと真逆の人種、スンギュはもうあれベタ折りするタイプ、リーチされたら真逆ってことはもう石橋叩いてパスするタイプだ。でもタイプが違う方がいいよね。タイプ同じでさ、なんか順位っていうか序列があったらさめちゃくちゃきついけど、タイプが違って序列があるのはなんかいいかも。急に自分家の郵便番号わからなくなる的なやつ。郵便番号
もう桜子忘れたことない、わからんくなったことない。今日ドーグラスいないんだ。ドーグラス、ドーグラス、ちょっとドーグラス累積かなんかですか、ベンチにはいる的な。ドーグラス、ね、あ、わかんないな。罰則、該当チームまた該当チームが所属する国のナショナル大会、今年12月31日までの全大会の出場を停止する。やったー、ナショナル、なぜかナショナルのなぜかナショナルのチームまで影響あって、やったー、日本は不戦勝だ。すんぎゅ、幻覚をたまに見る。やらかし癖、なんだろう、幻覚たまに見るって何？ボール飛んできてないのにジャンプしちゃったりする。危ないやん、いろんな意味で危ないやん。ドグラス怪我なんだ。こんばんは、いらっしゃい。そう、美鈴学園の CM 初めて見た、桜子。多分あれって結構地方でしかやってない。美鈴学園ってその電車、 JR の電車、山手線の電車のあの扉のところにのシールの広告でよく見てたんだけど、 CM 見たことなくて、まあ、桜子がテレビ見てないっていうのもあるんですけど、バーチャル関西時代は美鈴学園の CM 見たことなかったです。関西では多分流れてなくて、で東京来てからはテレビ見てないからな、見てな、なんか 見たことないのかわからへんけど、ダゾーンで初めて見たもん CM。 これが美鈴学園の CM かっつって。美鈴学園でどこにあるの？か、全国にある感じ？関西は CM してなかったよね、美鈴学園。スンギはキック苦手なのですぐ太陽に任す。頼むで太陽。確かにスンギのロングキックとか見たことないかも。まあいいやん、その長いの蹴るの上手い人が近くにいたら負けすれば適材適所やで。日本はドイツに勝つよ。そうだよ、不戦勝じゃなくても戦って勝つよ。ボボボボボボみたい、戦って訴えて勝つよ、戦って勝つよ。怒涛の英語、美鈴学園。スンギュ1対1の処理がめちゃくちゃうまい。もうそう、電車のあのさ、ドアのシールのところの印象がすごいある。桜子さんは桜なだけにセレジョなの？違うよ。違うよ。桜子はだってセレッソと出会う前から桜子だから。名前ってそうでしょ。ねえ、みんなはなんか好きな、もう好きなものから名前ついてる人いる？もうな、名前ってもうな、何とも出会う前につけられるものでしょ。桜子は桜子、桜子人生的には桜子の方が先です。まさかの久保がワールドカップ抽選会見てる桜様子まで YouTube に上げ出したマジョルカ。え、マジでそれ知らんかった。なんか竹内サムネイルの動画上がってるなって思ってたけど、まだ見てない。YouTube 抽選会の会見見てるんや。ちょっと竹内さんに仕事させすぎじゃないマジョルカ。ねえ、いいけどちょっとほどに してくださいね。こっちは嬉しいよ、もちろん。いろんな竹内さん見れたら嬉しいけど、ちょっとし大事なのは試合に出ることなので、試合で活躍することなので、やっぱりすいません。マジョルカさん、お小遣いあげて、お小遣いあげてください。おやつ出して、おやつ出してあげてくださいね。よろしくお願いします。セレスより先に桜子さんやってる、そりゃそうでしょう。生まれた時から桜子ですから。スペインとドイツが2勝1敗で決勝トーナメント進出。スペインとドイツが決勝トーナメントにいないなんて、ちょっとね、全世界のスペイン
ファン、ドイツファンを我々は敵に回すことになるんでしょうね。すみません、背負っていくわ。その業を背負っていくわ。マジョルカ竹出せば動画回る。そうなのよそれはそうなんだけれども、まあでもあれスペインは程よい時間だったのかな。練習の後みたいな、前後かなぐらいの程よい時間だったのかな。ちょっと竹残って一緒に抽選会見ていこう、動画撮っていいみたいな、わかりませんけど。初見です。男心くすぐる配信アーカイブが多いですね。本当ですか？ありがとうございます。くすぐれてますか？こちょ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 、初見さんいらっしゃい。こちょ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 、男心はここかな。こちょ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 、うん、ありがとうございます。なんかこれでなんか嫌いになられたらどうしよう。ありがとうございます。サッカー大好き泥酔姉さんこと大丸さくら子です。サッカーの同時視聴配信をしたり泥酔して記憶を飛ばしたりしております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。もうしてる方高評価ボタンよろしくお願いします。ツイッターのフォローもお待ちしております。 DM 送ってきてもいいよ、返せないけど。無敵艦隊わらわらって時代があった。試合切り見たいよね。キム、この試合はキム VS キムなの。そうだよ、この試合はキム VS キム。1位コスタリカ、2位日本で世界の半分以上のオッズが乱れる決勝トーナメントの視聴率をシュンって取っていくやつ。あ、初見ありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。後半の頭から加藤に代わって北野が入っているということですね。ねえ、スペイン戦で竹房出てほしいですよね。オノレアセンシオ、いやほんとスペイン戦はお礼参りなんで、やられたらやり返す、倍返しでな、やり返させてもらいましょう。オリンピックの借りを返させていただきましょう。本当にこんなに翌年に返させてもらえるなんてな、ありがたい感じです。ワールドカップとと当選者出ないかも。桜子が当選させていただきます。ではトトやりたいな。トトヤンキー桜子、何ヤンキー桜子って何だ。竹内さん泣かせるきっかけになったのスペインやそうだよ、俺たちの竹内さんを泣かせやがって。もう代表戦でもお兄ちゃんたちがみんな俺たちの竹内さんを泣かせやがって。いやー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 、さあ1点先制した柏、後半の頭から選手交代を仕掛けてくるセレッソ、うん、推しチームは作らないようにしてます。サッカーという概念を愛しています。南アフリカ大会優勝してからブラジル大会でグループリーグ敗退、ロシア大会で16、うん、スペイン、あー最近のスペインね。ヴィニシウスはスペイン代表に入るんかな。え、自分とこの代表でも出てたら入られへんよな。明日ね、どの試合見るかちょっと考え中です。アベマありがたいよね、ほんと。渋谷に足向けて眠れないよ、うん、スペイン、トーレスとビシャ以降絶対的ストライカー不在。あ、そうなんだ。
西尾、ヨニッチ、右サイド松田、中入れて原川、奥野から逆サイド、あー縦厳しい、カードしてマテウスからカウンター、豊島ドリブル、おいいよいいよ、細谷、細谷のクワーグラウンダーの折り返しはキム・ジンヒョンキャッチですね。ナイスプレイ。さあ50分0対1、わー変わってセレッソの 大カウンターだ。これはいけるんちゃいますか。シュート、山田オフサイドか、まあそうだね。いやーいやー、2試合連続山田の覚醒を確信に変えるものかと思いきや、オフでしたね。オフですね、確かに。レイソルのディフェンスラインが素晴らしかったですね。素晴らしい。スリーバック。レイソルのスリーバックが統率取れてる。素晴らしかったですね。これは、いいシーンでした。いいハイライトだったな。南野、これは竹内さんの分、 IJ、 これは堂安の分、綾瀬、そしてこれは俺自身の怒りだって感じで、スペイン戦3ゴールする未来が見たい。痛いねいや竹内さんもさ、別に自分で やっていいんだよ竹内さんは自分で決めてもいい、うん、まあ、りっちゃんはね分からへんからあれやけど、綾瀬が一番キャラ変がすごくて面白い。そしてこれは俺自身の怒りだ想像できへんもんな。まあ IJ もやらなさそうやけど、南野くんはね、これは竹下の分は全然ありそうやけど綾瀬絶対もう絶対ドラゴンボール構文は使わへんもんな面白いな。3点入れてほしい、マジで3ゴール決めてほしい。ドイツ戦は大迫勇也のまた2ゴールでの勝利を熱望期待されてますよ。これもどう、オフサイドですね、うん、狙ってんね、裏抜けを狙ってますね、セレッソ、うん、いや本当にね、レイソルはもう誘ってるんですよ、裏抜けをこれを誘ってるんですよ。ネルシーニョやってんね、ネルシーニョやってんね。前半戦 3-0 いけるいける、後半 3-5 とかで日本の朝を涙させるようなことないあれ、こんなこと前にもあったことがある、俺たちは4年をループしてるってことか、また同じ4年間をここから歩むってことか。真ん中に高橋が入るようになってライン綺麗だった、ラインめちゃくちゃ綺麗、本当にレイソルの3バックはめっちゃ綺麗。こんばんはいらっしゃい、この木何の木、気になる気になる木、あーあーあー気になるでしょう。途中からハモリの方にこんばんはいらっしゃい、うん、こんばんはいらっしゃい、今日は火曜日なのに J リーグがある、寝るシーンよ
あ、モンキーポッドの木なんだこれ。セレッソ対エイソルの試合を見ております。2009年の長井のアウェイ席ど真ん中、 J2 では完勝地帯の場所で天皇杯2回戦セレッソにジャイアントキリングの雄たけびを一人でした。ヤマガがレッツをジャイ切りして NHK アーカイブがアーカイブなくなるとかある。セレッソ雰囲気ピリピリしてる。いいよいいよ。ピリついてきてる。ホームだからね。ホームだからね。周りの圧もあるからね。ピリついていこう。最終予選よりもワールドカップ時のメンバーはたくさん J リーガーから選出してほしい。B選手いっぱいいる、いっぱいいるよね。まあ、E1 でさ、たくさん見れるからいいよね。細やー、どうですか、フリーキック。カードもある？カードもあるね。西尾にイエローカードです。ダイブだった？あ、ダイブではないかな。いい位置でフリーキックです。こんばんは、いらっしゃーい。なんかやんや言われてますけれども、フリキックはフリキックです。だれけるん、めちゃくちゃ蹴りたそうな人いっぱいいるけどだれけるん、前向いたら引っ張っても簡単には止まらないか。細谷よく去年は転んでばっかりだったけれども、転ばなく1年でフィジカルは強くなるんですね。筋トレしよう。桜子もしてる。ほんと毎日変わる。筋トレって本当に素晴らしい。いいことしかないんだよな、マジで。誰蹴るの？誰？中村上なったっけ？マテウス、あ、直接、はい。何？中村のフェイントすごい。独特じゃない、なんか全力フェイントで、なんかちょっと良かったですね。全力のフェイントだった。来たのと西尾にイエローカード。たの退場したのですか。誰か、誰も退場していません。誰も退場してないよ。こまるん、いらっしゃい。再試合だね。さっきも話してたよ。洗濯用のバンダナ、洗濯用のバンダナ、あ、洗顔用のバンダナか。いいんちゃう？細谷いっちゃい、自分で。オッケーオッケーオッケー。大南くん、しっかり回収して、マテウスから細谷、深い位置、クロス上がる、ファーサイドいない。ゴムよりターバン派の選手増えたけど、確かにターバンの選手増えた。ターバンの方が髪の毛安定するもんね。ゴムはやっぱなんかペタってなっちゃう。
この声ってリアルの人の地声じゃないですよね。今頃だけど可愛い。この声って桜子の声ですか？これめちゃくちゃ地声です。本当にもう何のもうびっくりされるもんマジで。地声すぎて桜子さんって本当にそのままですね、そのままなんですねみたいな。だから外でね喋ったらね、喋ったらバレるんだよ。喋らなければ魂ちゃんのお体を借りてるときはバレませんけど、喋るとねもう桜子でしかないが本当に、まあね VTuber さんはそのボイスチェンジャーっていうのを使っていらっしゃる声の方多いですし、でも結構いらっしゃいますけども、桜子もガツガツの地声。本当にこれで日常生きてるからめっちゃびっくりした。そのままなんですね。こんばんはいらっしゃい。そうだよ、火曜日なのに J リーグがある、嬉しいね。嬉しいね。ニット帽みたいなバンダナつけてプレイしてる。どれぐらいの規定なんだろうね。どういう決まりがあるんだろうね、頭につけるもの。ある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 。ありがとうございます。お声を褒めていただきまして。結構ね、VTuber さんはね、魂は男性ですけれども、お顔とお声は女性ですっていうのもありだからね。でも桜子も完全に、これです。キャラの声かと思ってました。まあそうですよ、桜子はこれです。これです、この声です、キャプテンマークが乾に変わって西尾、乾に変わって誰が入ったんだ。引き笑いではある、本当に笑い声も多く言われる。パトリックがいたんだ。本当になんかバーチャル界に来る前から桜子本当笑い声で、あ、パトリックあるよ、なんか、あ、3枚あ山田いや、よきめっちゃいいじゃん、セレッソのやりたいことがついに。だがそこは子が対応で素晴らしいですね。コナキくん最後走ってたの北野くんかねえ。大南くんがぶち切られて、あ、いいよ、可能性ある。コナですか、どうですか。コーナーです。西尾のヘディング枠の右、いや、ほんとやっぱ頼りになるよね、子が太陽。一人であの位置まで持っていけるな、さすが武器。ラグビーのヘッドギアしてても OK なの。まあ事情がねあるから、そっか、結構ありなのかな。色とかの決まりとかありそうだね。カカオね、よいしょ。桜子さんですが聞いても人違いですよって言われ、まあそうですね。桜子はバーチャル界にいるので皆さんと同じリアル界ではそれは別人ですね。そう、本当に桜子はジャニオタやってた時があったんですけど、大阪、バーチャル兵庫出身なんで大阪城ホールのねコンサートの時に、もうコンサートの時ってもうめちゃくちゃ人がいるわけですよ、このコンサート場の周りって。
めちゃくちゃ人がいるのに、なんか遠いところからお友達が声かけてくれ、こっちは気づいてなかったけど声かけてくれて、笑い声で笑った、分かったって。女の子がさ、もう山ほど同世代の女の子がさ、めちゃくちゃいるのに、もう半径何メートルなまで桜子バレてんのぐらい、笑い声で分かったっつって会いに来てくれた。うん、コーナーキックですよ、ファーサイド。うわー、ミス。ヘッドギア。そう、なんかナイスとかおめでとうとか、そういうポジティブな言葉で紙吹雪が出ます。すごいとかも出るかな。ぜひたくさん紙吹雪飛ばしてやってください。寝る G、 寝る G、 寝る寝る寝るね。え、細谷帰る？細谷お疲れ、マジ連戦続いてるから次も頼むぜ、よろしくどうぞ。細谷に代わってアンジェロッティが入ります。松田兄弟、クローンレベルで似てる。松田兄弟、松田、そっか、松田は兄弟で、どっちのサッカー選手やってるんだっけ。うん、ドバイから帰ってきて休み。そう、ドバイ帰りのね、子たち結構やっぱね、疲れが出てる感じする。うん、他のチームの子たちもね、ドバイの子たちはやっぱ疲れてる。休ませてあげてください。え、犬井くん、そこみ、そこの、そこで見てるの、味方それでいいのか、椅子座りや。うん、松田力、松田陸、双子ではない、兄弟、力陸。このチャンネルの配信があるときは興味ない試合でも必ず見る。本当にありがとう、めちゃくちゃ嬉しい。でも結構あ、あ、双子か、結構あれです、深夜とか早朝のなんかヨーロッパ時間の試合結構やってるから。桜子桜子はこれ本業なんで頑張ってやってますけれども、皆さんお仕事とかね、学校とか日常がある中で桜子の配信追いかけるの結構大変やと思うね。どう、追いかけてくれてる桜子 FC のみんなはどうです。結構しんどいよな。しんどいと思うね。うん、双子なんだ。アンジェのプレスが楽しみ。飲酒タイム、ありがとう。飲酒タイムいただきましょう。お水やったら飲むの忘れるくせに、お酒だったら勝手にね、手が伸びちゃうんですよ。体が勝手に次の一口を求めている。全然ね、お酒飲んでるときはいける、水のときはダメ。喋りっぱなしで喉大丈夫。もう本当にね、喉が強靭すぎて、喉カラス、喋りすぎで喉カラスとか全くないです。うん、喉を痛めたことがない。どんだけ喋っても、どんだけ十何時間配信し続けても全然元気。お酒飲みながら喋り続けて全然平気。本当に強靭な喉を持ってます、ありがたいねえ。まあ発声の仕方が違うからかな、わかりませんけども。うん、後からでも見る、ありがとう。アーカイブ、アーカイブでね、楽しんでくださってる方も結構いらっしゃるんですよ、本当に。配信は初めてですとか、コメントくださる方も多いですし、もう本当にね、アーカイブ勢の方もたくさんいらっしゃるので、嬉しいです。桜子もアーカイブで聞いても、
楽しい配信を心がけております。今後も頑張ります。ありがてえな。桜子さん声優にもいいです。ありがとう。声優やりたい。声優案件お待ちしております。声優やりたいやりたい、さあ70分0対1です。うわやっちゃう。カウンターやっちゃう。マテウスは自由になっている。解き放たれた マテウス。山形岡山のライブして、いや J2J3 も全然やりたいんです。桜子はいいんじゃないですか。としまーとしまーとしまー、いやもうでも十分やってくれて、としまはマジで十分にやってくれている。うん、どうした膝から崩れ落ちて、山中が膝から崩れ落ちて疲れてきた。サンシャイン池崎も感謝の1万回イエイやった翌日ぐらいには、喉、あ、池崎さんは喉潰すタイプですよ全然。あの出し方は潰れるでも確かに、うん、ちょっと注目されていた。シャツいいんだから、としまは元気。シャツはなん。シャツいいんだからね。志望校落ちた時、いやなんかね、間に合わなかったっていう感じだった。まあでも疲れるでしょうそりゃ。山形岡山再試合になったみたいだよ。今日決まったんだって。あ、何、最初の再試合を配信してほしいってこと。確かにいいかも。フリーキックです。柏いい位置いい位置。マテウス、あーヘディングで弾いてセカンド、上城って読むのこれ、上城って読むの。嘘だよ、会ったことないよ。これで上城は会ったことないよ。丸橋がベンチすら入らなくなってるのが意外。あ、いい選手なのに調子良くないのかな。いや柏がねまだね追加点狙ってるんですけどね。そうプレッソの時間帯がさっき来てたんだけどね、また流れが変わっちゃった。まだあるよ、まだパトリッキー。沖縄の名前、あ、そうなんだ、沖縄出身なの。沖縄の人って確かに、うん、珍しい名前っていうか、沖縄では普通だからあれなんだけど、馴染みない名字の方多いですよね。桜子も沖縄から転校してきた子とか小学校の時にいたけど珍しかった。うわーいいと思ういいと思う。来たのー、ホイッスル、もったいないもったいない、いいパス入ってきたんだけどね。うわーね、琉球で名前挙げた。あ、そうなんだ。アンジェも細谷みたいなプレスがあれば暴れる。暴れ暴れ暴れ、うん、いやもうちょっとね両チームともに得点あるかなって思ったら0-1、うの1、うの0、うの0試合になるとは思わなかったぞ。
まあでもまだ75分だから流れ良かったね。来たのがね、体の向きがねもうちょっと違えば展開できてた感じしたけどね。沖縄元日本代表のガナハ選手移籍されたということですか。ウエジョンみたいに J2 から個人昇格した選手は多い。いやほんとね、個人昇格選手はやっぱしっかりしっかり活躍するよね。まあでも行くチームによるかな。個人昇格して本当に数年ベンチ温めタイプもあれば、個人昇格してもうゴリゴリ新シーズンからフィットするタイプもいるやん。だ行くチームによるな。 J2 から個人昇格するときは本当にもうチームのなんか名前の大きさとか値段とかじゃなくて、もう必要とされてるチームに行くとか、監督と相性がいいとこがいいとかがいいと思うな本当に、うん、ねえ。セレッソの前線うまいね、守備もいい。父親が沖縄出身なので沖縄出身選手の活躍は嬉しい。あ、そうなんだ。マスカケくん、マスカケくんも珍しくない名字。マスカケくん18歳、小山津に代わって古橋長ね。京子ちゃんはもう本当にもう個人のシンデレラストーリー、シンデレラ京子だから。マスカケキュン、マスキャケくん、うん、そう、なんか配信しながら食べやすいかなと思ってポテトも注文してたんだ。上福本、あ、上福本選手も個人昇格です。まあでも、まあ、そうね、個人昇格です。どう？来たの？来たの？あー、うん、レイソルのアカデミーは宝。確かにレイソルアカデミーにJFA はお金払った方がいいよね。払ってることかわかんないどんだけレイソルアカデミー出身の選手が代表に影響を及ぼしてくれる。鹿島は追加で狙ってると思う。山中にイエローカード、うーん、ちょっとねこの時間帯やっぱりね。え、ちょっと待って、そんな見たことない、待って、そんなプレイは見たことない。絶対ダメやん、上乗ったやん、組んだでしょ。あ、まあでもこれはあれか、別に恋じゃないのか。カードは出るけど、びっくりした。なんかイエローはイエローはイエローです、うん、ねえ、ちょっとこれ大丈夫かな。あんなの見たことないからな。中原 J3、J2、J1、 すごいね、すごい、1年ごとにディビジョンが上がっていると。
岩下も J3 から個人昇格でベンチに入ってる。え、J3 から飛び級ですか？手倒したのがファール、踏んだのは不運だけど、うん、あ、手で倒したのがファール、うんうん、いやーいやーちょっとびっくり、あんまり見ないプレイ、プレイっていうかシーン、ショッキングなシーンですね。西尾が踏まれたのかな、大丈夫かな。うん、まあでも別に踏みたくて踏んだわけじゃない感じやったし仕方ない。わわ、松田に代わって山中に代わって船木、松田に代わってこれなんて読むの。肋骨骨折もあるで、待って、そんな100キロ近い人がスパイクでね、上乗られてね、乗られたらマイクマ、え、マイクラやってほしい。マイクマくん、マイクラの配信して、マイクマがやるマイクラ配信。マイクマくんも珍しい名前だね。イボイボついてる口痛いよね。これね、セレッソはもうフルフルです、選手交代フルフルです。パトリッキー、うわーん、マイクマって何があればマイクマっていう名字がになったんだろう。だいたいなんか人の名字ってさ、その名字、みんな名字をつけるようにするよって決めた時にさ、だいたい決めなんかね、そのなんか住んでるところとか由来とかで決まったけど、マイクマってどんな理由があってマイクマになったの。岩下とかさ、もう、あ、岩の下の人なんだなとか、中村とか村の中にの人だなとか、細谷とかさ、細い谷の人だなとか、船木もさ、今、まあ、あの、あーもったいない、材木関係の仕事の人かなって感じやね。マイクマはどうしたらマイクマになるの。マスカケくんはまあマスかけたんだろうなって感じじゃん。めっちゃクマ出るのかな、めちゃめちゃクマ出る地方ってことか、よくクマに出くわす場所、めっちゃクマ出るね君んとこ。マイクマにしようって、マスカケキュン、マスカケキュン、あ、折り返しいいよ、アンジェロッティ、あ、後ろからこぼれ球、トシマよう守った、本当にゼレッソよう守った、すごいね、ゴール前固い、こんな怒涛のシュートに、いやもうどっかで入ったかなと思ってる、カリウドかな、カリウドの可能性ある。優勝が正しいのかもね。もうそのみんな今から名字を
つけるよより前からあった名字、前から名字あったタイプの人が、ね、あ、え、嘘、パトリッキ、あ、85分です。残り5分、残り5分、0対1で柏が単独首位になっちゃう。柏は単独首位ある？あ、ボールのポジション、セレッソ56、柏40、もう若干セレッソって感じですね。86分、フリーキック、セットプレイ、いい位置ですね。もう原川がボールをゴロゴロして、ゴロゴロして、中原も蹴る、どっちかが蹴る、中級マジ、原川のボールをセヘディングでクリアして、ツーセセカンド取る、上城戻して、秋葉まで戻しますか。キムジンヒョン、原川、首位が川崎じゃなくなるとき、久し何年ぶりかって感じ。あ、え、これゴールない？上城、上城頑張って、ないってさ、残して残して、あよかった、ナイスファイト、ナイススプリントでした、上城くん。お、マテウス、左、マスカケくん、マスカケくん、うわ、なんか薄いな、ちょっと、なにこれ、え、ファールない、なにこれ長原奪って、あ、タックルで潰して、原川が収めて、西尾に預けます、サイドチェンジ、ヨニッチから立って、あ、えんちゃう、えんちゃう、北野のクロス入りそうだ、ちょっと薄い中、あー、ワンタッチでいいと思います。あー、もったいないよ、セレッソ、なんで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 、セレッソ、なんで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 、もったいない、ほらほら、豊島行っちゃうよ、自分で行っちゃうよ、豊島、なになに、逆さ、よく見てた、うわ、マスカケ級、マスカケ級、ゴールチャン、ゴールチャンス、豊島の愛情を感じましたね、豊島の、ま、豊島の愛情を感じましたね自分もシュートいけたし、マテウスも上がってたけど、マスカケくんを、マスカケくんを選択したんですけど、ちょっとね、シュート枠内いきませんでしたね。マスカケくん、ルヴァンのサイライトね、ルヴァンでゴールしたんだよね。あるよあるよ、もうほんとセレッソがなんかね、もったいない、なんでゴール前そんなことになっちゃったの。いや、時間がない、焦ってうまくいってないのかな、なになになにいや、ま、あ、疲れが出てんだね、疲れが出てんだ、きっと。諦めちゃダメだよ、ホーム戦だよ。いけるよ、頑張って、セレッソ頑張って、アシロ、今しんどいけど、勝ち点3大事だよ、3は無理か、勝ち点、いや、でも勝ち点1だ、勝ち点0か1かで判断しても疲れるくらいなら、なんかねえ、 J 初ゴールだってね、 J1 初ゴールか、コーナーにボールキープいかないのにあれこの時間帯であれですか、鹿島サポ、鹿
鹿島のサポーターの方ですか？阪神10戦目甲子園開幕にして初心で勝ちました。あ、開幕9連敗開幕9連敗脱出おめでとう。よかった。あ、いい位置のファール、いい位置のファールですよ。セレスト可能性ある、可能性ある、可能性あるよ。さあ90分経過しました。アディショナルタイム4分ですが1分経過しております。この位置でファールを獲得しフリーキックを獲得しております。いいよいいよ。原か分ける、中原もある、阪神がやっと開幕したみたいですよかったよかった、リーグ始められてよかったね阪神。うん、いいクリアですね。あと残り2分半、もう回しちゃおうか、パスを。え、いや、セレストは出して、あ、すごいよ、ジンヒョウもの長いボールから、うわー、中原とパスをつないで、原川いいよ、原川打っちゃう打っちゃう打っちゃう、弾かれたボールを中原球、クロス入れる、ヘリングでクリア、セカンドボール、ちょっと何何何、スルーして、西尾がスルーして後ろから中原キュン、中原キュン、中入れよう、ファーサイド、ま、うわっ、オフサイドじゃないこれはオフサイドだね。スンギュナイスキーでした。スンギュナイス、枠内入ってたから、本当に枠内入ってたから、スンギュナイスキーでした、うん、いや、いいいい、よかった、いい、本当にね、ま、周りの動きというか、ま、いいクロス入ってたし、セカンド取れるのもナイスですし、ナイスナイススンギュでしたね、ナイススンギュ。昔恋愛で好きな人に振られる記録9連敗したから阪神に抜かれるかドキドキしてたのにえ、それは同じ人に9回ってことじゃなくて、好きな人、いろんな好きな人に 9連敗だったってこと？気になる、どっちどっちなのか。だってさ、9連敗ぐらいでくよくよすんなよ。だから10回目にして成功したってこと？阪神と同じくして、素敵じゃん。サビを変えてあげて、お疲れ、いや、お疲れだよ、かわいそうだよね。あの距離のシュート上に弾けるシーンでした。さすが、うわ、4分なっちゃったよ、4分なっちゃったよ、もうもうもう長いの出して、長いの出して、やだー試合終了0対1、柏レイソルアウェイでセレッソに厳しい試合勝ちました。単独首位だ、川崎フロンターレが首位の座を、首位の座を下ろされた瞬間です。わーうわー、今シーズン面白いぞ、うわーい、桜の季節に輝いたのは太陽、うわ素敵、素敵な実況だね、素敵だね、本当にもう本当桜ね、本当桜が満開なのにずっと曇りで嫌だったの、桜も桜子も、やっと太陽が桜の季節に太陽が輝いたわけですね。
レイソルでもたまにあのリーグのどこかで首位になる瞬間があって、それをさなんかスクショして待ち受けにしてるって聞いたことある。各解説陣にボロクソに降格候補って言われてたのに首位だってさ。持ちダービー勝利、何持ちダービーなの何ねえねえ、何持ちダービー、何が持ちなの、わかんない。セレッソの持ち要素と柏のレシ、あ、柏餅か、桜餅と柏餅ってことで納得です、ありがとう。去年から段違い、なんというなんということでしょう。匠ネルジータクミンのによって柏レイソルがこんなに生まれ変わりました、なんということでしょう。マスカケキュンかわいいね、うん、次川崎だから勝てる。いやーねー、川崎もセレッソ、いや川崎に勝ったセレッソに勝っとるんよ川崎に勝っ、全3日前川崎に勝ったセレッソに勝っとるの。試合数が違うとはいえ上位4チームの勝ち点が16、16、15、15は拮抗してて面白い。 J リーグ面白いよ、見よう。このね J リーグを見てほしい理由がいっぱいあるんだけど、でもまず面白いじゃん、もう拮抗してるから。しこの今 J リーグを見てるとまさに活躍したこの選手すごいって思った選手が E1 に出場する、呼ばれますよ今年は E1 で、その E1 で活躍したらさらにワールドカップ出場がもしかしたらあるかもしれないから、もう絶対にね今年は J リーグを見た方がいいの今から。まあ、みんな見てるから今ここにいるんだけどねそれと5位になったんだ、5位もいいけど、すごいいいけどね。去年の最終戦の時には来年暫定首位になるなんて夢にも思ってなかった、すごいね、変わるねチームって。マリノスももう負けられない、レイソルにリベンジ、コマルいらっしゃい。マリノスにも勝ってる。ネルシーニュさんが首位に立つのはドミンゲス、ワグネルがいた時にネイマールとやった年以来。ネイマール、レイソル1試合差あるのに単独首位、1試合少ないのもしかして。柏のオフの補強評価は決して高くなかった、 J リーグもろ補強評価をさえも覆していく。誰、え、これ誰誰誰、この人誰誰、この人誰、関係者誰誰、なんか意味深な感じだったけど。 J2 ですごいと思った選手 J1 で見るの楽しい、そうだよ J2 ですごいって思っ、自分の評価を試せるというか、なんかあの肯定される感覚あるよね。いやあの選手いいと思ってたんだよ、知ってた、みんな今頃気づいたの、先に知ってたみたいなできるね J2J3J2 見てると、うん、レイソルは育成が神ってる本当に。何が違うんだろうね、レイソルの育成って他と。川崎に勝ったセレッソに引き分けたマリノスに勝った柏ってこと？あ、川崎に勝ったマリノスと引き分けたセレッソに勝った柏だからってこと？あ、鈴木孝之さんか。コンサドーレがなかなか勝てない。まあ、でもコンサポが本気出すの夏やから分からんけど、大学経由で帰ってきてくれるようになったのも嬉しいところ。そうだね、大学経由でチーム帰ってくるは本当に大事だよね。
山下達也さん、あ全然違うやん、山下達也さん元柏原セレッソ、京都も調子いいし今日攻撃的なチームが増えた。そうだね、開幕スタートダッシュはそんな感じだね。でも京都はもう あのまま続くともうやっぱ夏は失速すると思う。京都も暑いもん。宇高とか京都の夏知らないでしょ。わからん、宇高って暑いとこ出身？髪型一緒なんだ京都の新スタジアムね、京都のスタジアム行きたい。めちゃくちゃ良さそうだもんね。ナイジェリアって暑い、夏場はナイトゲーム、うん、で試合中はね、うん、京都には抹茶パフェある。せやな、京都には抹茶パフェあるからな、それで勝つるよな抹茶パフェに絶大な信頼を置いてるの、うん、いや素晴らしい、素晴らしいカウンターだった。京都のスタジアムピッチまでめっちゃ近くで、そうなんだ行きたい。わあ首位だ柏、明日の試合によってまた順位変わるわけですね。明日川崎が勝ったらまた入れ替わるもんね。だから柏レイソルのサポ、うわーもう本当にウッキウキで帰れるじゃん。美味しいお酒飲めますか、レイソルサポさんは。本当ですか、一緒に飲みませんか美味しいお酒だったらぜひご一緒させていただけませんか。飲みたいよ美味しいお酒、まあ、桜子お酒毎日美味しいからな、うん、土曜日配信します川崎柏で、うん、日立大もいいさし、日立大は行ったことあります、何回か行ってます立ち台もいいよね、楽しかった本当に友達と行った時さ、あの桜子動画で出してるゆるさかでおなじみのトンくんと日立台行ったことあるんだけど、いやいいスタジアムだね、すごい近いし見やすいし楽しいねっつったら、隣の柏サポーターさんに、そうでしょう、ありがとうございますって柏サポのおじさんにありがとうございますって、そうでしょうって言われた記憶があります。楽しかったです。関東はね、福割がいいよって有識者の方に教えてもらったんで、ちょっと福割行きたいなと思ってるんですよね。そう、なんかバーチャル界に来てから配信するようになって、まあコロナの影響もあってあんまりスタジアム行かなくなっちゃったんだけど、天気がいい時、そう天気が良かったの、しかもいい、楽しかったです。ただもう結構なんかしっかり試合見ないと、他のことをしてたらなんか他のことをさせてもらえる雰囲気はないから、本当にガチガチの初心者さんはどうなんだろう、わ、まあ、いいと思うけどね、初心、うん、2回目3回目ぐらいの人がいいかも。小菊監督素晴らしい試合でしたが、ホームで負けちゃいましたね、うん、ねえ、ちょっとふわり行きたいなって思ってます。よいしょ。さあではですね、本日はですね、この後今日この後っていう感じじゃないんですけど、明日の早朝ですね、朝の4時から、チャンピオンズリーグ
の試合を同時視聴する予定となっております。チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグですね。マンチェスターシティ対アトレティコマドリードか、ベンフィカ対リバプール、ベンフィカ対リバプールで桜子枠を取っていると思います。はい、もうすでに枠が出来上がっておりますので、そちらね、もしお時間合いましたら、見たい試合だったら一緒に見れたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。明日はですね、夜の時間帯 J リーグの配信もしたいなと思ってますので、 J リーグファンの皆さんは明日もまた一緒に配信楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、ということでこんな感じで大丸さくら子チャンネルはですね、サッカーの同時視聴をしております。ぜひ気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いします。もうしてるよという方、高評価ボタンよろしくお願い、ありがとうございます。高評価ボタンたくさん押していただきまして、今ね、見えておりますので、ぜひ高評価ボタンを押していただけますと、さくら子さんの気分がどんどん高揚してまいります。まいります、まいります。チャンピオンズリーグはね、ワウワウさんじゃないと見れないの、 ありがとうございます。うー、上がる上がる、うー、ありがとうございます。今押してくださった方ありがとうございます。はい、チャンネル登録もよろしくお願いしますということですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。はい、桜子はですね、ちょっと仮眠をいた、仮眠ガチ眠りかなをいただきまして、明日の朝の4時にね、控えようかなと思います。よろしくお願いします。いや、本当に嬉しいですね。火曜日に J リーグが見られるなんて、こんな幸せあるんだな。なんで火曜日なのか、まあ、未だに分かってない。ちょっと待って、口くしゃみが出ました。なんか謎のくしゃみが出ました。すいません、失礼いたしました。かわいい、やだ、なに、あ、なんかいいですね。すごくいいシーンだった。あ、今だ、あのセレッソサポーターの少年となんかお兄さんのやりとりがあって、花粉ですかね、本当に。あら、マダム、マダム、今日いらしてたんですね。ご機嫌いかがですか、マダム。今日も本当にお美しい。あのセレッソのね、あのマスコットのマダムが今日来てくださってたみたいですね。マダム、ご機嫌うるわしゅう。金銭ならぬカージェでしたね。7時だ J、 ありがとうございました。あ、ん、よいしょ、うん、ではまた次回の配信でお会いしたいと思います。おいではサッカー大好きです、イネさんこと大丸さくら子でした。ありがとうございました。おつまるでした。